はいどうも、はじめきゅうしろです。ということでね、グッズ販売始めました。まあね、今 URL とか後でやるか、まあ、これが買ってることにはまあいろいろ準備してやるんだろうけど、まあめんどくさいね、いろいろやんなきゃいけない。グッズ始めました。でね、まあ、なんでグッズやるかって、金が欲しいから。うん、それ以外に理由はないです。あとまあ俺の絵が好きなんで、下手な、俺はね、自分の下手な絵が好きでね、まあ、自己正当し、まあ好きなんですよ。俺は自分の絵が下手なね。下手だって言ってもなんかよくわかんないんですよね。なんかすごい高いクオリティで上げなきゃいけないのかって言っても、まあグッズはグッズなんで、はい。めっちゃね、すごい下手な絵をね。下手とか言うわ。俺のね、なんつうんだろうな、よく言えば荒削り。よく言いすぎれば荒削りなね、いい絵ね、キャラたちがいますよ。まあ紹介していこうか。ちょっといつもと変な感じですね。いいんですよ、それでも。まあいろいろねやりました。まあ道代のこうっていうやつですね。俺のね、ちょっと前のインスタの名前だったんですけど、インスタ普通にねバレてるかもしれないけど、地元の人をねフォローしてるんで、もう評価にしたんですけど、あんま見せれないっていう、みんなに、ね、普通にリアーカなんで、ね、が出た。まあね、でダンプ論会をこれですね。あ、この T シャツは別です。普通に違うアプリで作って、あ、ヘクサヘクセめっちゃヘクセな、まあ、これはね多分全然違うと思います。でややこしいです。これは俺が一番最初に作った自分のグッズです。こいつがダンプ論会王って名前にしました。俺のね、ちょっと作った名前の中でダンプ論会王って名前はすごい特別なものでして、で俺が一番お気に入りのキャラってわけでもないですけど、まあこいつ一番最初ってわけじゃないですけど、こいつにはダンプ論海王とつけてやりたいっていうやつでね、こいつにダンプ論海王とつけましたけどね。この足がねヒートバージョンのやつなんですね。普通はヒートバージョンじゃないんですけど、まあその間違えて一回ヒートバージョンじゃない方を入れちゃったんですけど、まあヒートバージョンにして、スズリもアップロードしただけで普通に公開されてるのはヒートバージョンなんですけど、で道代の子はね、こいつは猫草人みたいな、なんか何を意識して描いたかっていうと、川崎さんっていうねツイッターの人のねアイコンをね真似たんですけども、当然真似ると、だからこのダンプ論解をもクロマニオンズのね高橋よしおをね、よしおっぽいの描いてみたいなって書いてるね。だからこんな感じでしょ。違うか、全然違うんです。胴体がないって、俺絵下手だなって思っちゃって、絵下手だからでっかく描いちゃうんだよね。であとはこのドンゴダル重宝ね、こいついいね、ドンゴダル重宝いいでしょ。こいつ本当は直前までドンゴダル重宝長だったんですけど、じゃあくどいなって思ってドンゴダル重宝にしました。で流血泣き亀千葉尻金馬ワニっていうのはね、まあこいつはあれですね、なんだろうな、流血っていうのを血とかにしたらちょっと良くないかなって思って、流血っていうね、豪血の血、まあ流ですよ、竜田揚げじゃない方ね、竜田揚げじゃない方の流、まあいろいろありますよ、流れ流もあるな、ドラゴンの流に豪血の血で、流血泣き亀千葉尻金馬ワニっていうね、流血泣き亀神千葉尻金馬ワニの方が良かった、流血泣き亀千葉尻金馬ワニ、そんな聞いてもね、まあドンゴダル重宝ですね。まあ下手な絵ですけどね、まあ下手とかいいんだよそんな。で配色チカチカ男、なんかこのシールがなんかピラーンってなってる、なんだろうな、ピラーンってなってるの反射かな、よくわかんねえわこれ、そういうデザインなのかな、どうでもいいやどうでもいいって言っちゃうんでダメなんですよね普通に。まああります。まあラインナップ言っていくの忘れたか、いいや、もう各自で見てくれ。うん、はじめ京志郎、サルデジのサンダークリムトン、ジャムリーズ、地下食団族、地下食団食、ゾグザグゾグザギズグザギズグゾズゾノボラグラルゴンズっていうツイッターアカウントあるんでね。で上がミズズってやつですね。俺のチャンネル、俺の子分たち、まあ俺なんですけど、
俺という名の俺の子分たちのチャンネル名の一つ、ミズズです。はい、一応パクりました。で、ユニゾンユニゾンダブルパンチャーズです。はい、こいつらもいます。ユニゾンユニゾンダブルパンチャーズもいます、ね、このマグカップちょっと欲しいな俺。まあ今回なんかね、本当は利益3000円とかねぶち上げてね、みんなから金巻き上げようかなと思ったんですけど、3000円したってみんな払えないだろうと思って。みんな裕福なわけじゃないからさ、別に。ほんと3000円にしたかった。3000円利益取り分ってやつだね。3000円ガツンってして、うわっ、は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 っ、ってね、もう、最高の生活をしたかったんですけど、3000円じゃ多分みんな買ってくれないじゃん。あの、3000円したいけどな。別に。気分にで変わるかもしれない。明日3000円になってるかもしれないし、まあ、取り分100円になってるかもしれないしっていう。まあ、で、この、これでね、得たお金は全部俺のね、私利私欲のために使われます。まあ、私利私欲っていうか、まあ、俺、漫画買うためにね、基本的には使わせてもらいます。その他は普通に飯食ったりとかさ、します。あの、全然、募金とかしません。ごめんなさいね。なんか、ちくわのアンチさんは募金とかするって言っても、俺、全然募金しません。普通に、俺は、お金に困ってるだけじゃないです。困ってますよ。めちゃくちゃ困ってるよ。困ってないけどめちゃくちゃ困ってる。欲しいものっていう意味でね。だそういう困りはちょっとね、本当にダメな困りっていうか、いい困り方ではないよね。でも何、いいも悪いもねえだろ、困ってることによ。ふざけんな。めっちゃ怒ってる。まあね、作ったんで、みんな買ってね。うん、高いけどさ、ちょっとね、肝臓でも売ってさ、なんかさ、体のパーツでも売っちゃってさ、まあ、買ってくれよ、うん、よろしく。あ、本当に売らないでね。本当に売るんだったら売ったから全部なんか頑張って俺にちょうだいね。あのね、まあ、売らないでね。売っちゃダメだよ、うん、まあまあまあね、まあ、グッズ作ったんで買ってくださいと。まあ、買ったら僕がね、みんなは苦しむ、俺はちょっとだけね、ちょっとずつ積み立てたお金で漫画を買うと。はい、まあ、変な時期にあげましたね。普通に俺がこれを投稿した1時間後くらいに満載がね、すずりであげてたんで、ちょっと面白いなって思いました。全然満載関係ないですけど、うん。まあなんかツイッターではね、似てるキャラがいても怒らないでくださいっていうのはね、まあ俺が適当に書いてキャラがね、どこかで似てるキャラであっても俺はパクったわけじゃないし、別にね。でも確かになんか高橋芳雄をイメージして書いてあって似てるけどね、うん、まあまあまあ、うるさいうるさいって話なんですよ。うん、普通にそういうのはね、よしてくれ本当に。まあお金本当は3000円くらい上乗せしたいけどね、もう一気に稼ぎたいから。でも3000円上乗せして、3000円上乗せしたらね、超高くなるの。やっぱ3000円上乗せしてるから、3000円くらい上乗せすりゃよかったかな。うーん、まあね、どうしようかな。まあまあね、金欲しいよね。まあ今俺のチャンネル収益化ゼロなんで、まあグッズを買って支援するんだったらちょっと3000円とかねした方がいいですけど、別に支援用バッジみたいなの作る、支援用ステッカーみたいな。そういうこすいことするしちゃおっかな、支援用ステッカー。終わってんな、そんなことするんだったら。かゆかゆ、まあ支援用ステッカーね、作るかもしれない。俺はもう金が欲しいからね。うん、ステッカーかさばらないでしょ。いいね、頭いいの俺、かしこ、ここがちげえわ。うん、支援用特別イラストステッカーっていうね。あー、やっぱ俺賢いな、自分でもさ、あ、賢じゃん。拍手してくれよ、みんな。なあ、支援用ステッカーはすずりで作って、すずりで3000円を受け取り続けると。うぃ。まあ、こじきですよ、もう。
古事記だけどね、まあ、別にいいかな。まあね、古事記、古事記、まあ古事記ってうるせえな。じゃあやるよ、そんなに金欲しいんだったら。でもなんか変な虫が飛んだ。まあやるよってなんで怒ってんだろうな。まあまあ古事記ですけどね。あ、こじこじ支援用みたいなねこと言ってますけどね。まあ金が欲しいわけですよ。まあみんなもお金欲しいのよね。そのみんな金欲しいよって思ってる人がね、金よこせって言って取ってるっていう、ね、すごい絵面ですよね。地獄絵図です。絵面絵図。はい、かゆ、足かゆ、裸足だと足かゆいな。もうかゆいわこの時期になると。関係ねえよ別に、かゆ。めっちゃいい今ね、グッズ。グッズ作ったんでね、全然僕にの関係ないですよ。関係ないキャラクター描いてね、たまに落書きで描くキャラクターを描いてね、なんかすげえやつ、すげえやつが、ああ、いいデザインだねって言ってね、儲かんねえかなと思って。ジャスティン・ビーバーがなんか着てくんねえかな。うん。そんななんか、ファッションとして着れるもんじゃないよね。うん、部屋着だよね、やっぱり。それ悲しいですけど、まあ買ってくれ本当に。買って俺にね、だから支援用ステッカーってのも作ろうかな。支援用ステッカーのデザイン何しようかな。俺のなんだろうな、気に入ってるあのやつらがあるんですよ俺のね。支援用ステッカーっていう、まあ、やめとこう、なんか怒られそう。いやでもいいや、いいよ。いや支援用ステッカーとか別に言わないから。いやでも行った方がいいのかな。いやいいか、怒られたらやめようかな。よし、俺の好きな絵があるんですよ。なんか変なぐしゃぐしゃっとした絵とかね。それカスのステッカーをあの3000円で取り分でバーンって売ってやろうかなって。うん、それで整形立っていこうかな。マジでやだね。でもなんかだって今の場所でさ、その俺は全く俺にお金が入らない状況だから、ゼロからもしかしたら誰か買ってくれるかもしれないわけよ、物で買ってね。うん、って考えるとやっぱその俺が生き残れる可能性っていうのはね、ミリクキュッってね、今までゼロに近かった。今収益化全く通ってないんででしたけど、ちょっとね支援用ステッカーっていうのはね作れば、まあ一度に3000円ですけど、で1回の発送で30個できるから、まあ上限は9万円か。ああ9万円欲しいね。で税金とか普通に払おう。さすがにそれで税金対策しないのはおかしいからさ。ああまあ9万円理想だね。いやダメだ、俺の熱狂的な人がもしさそれでね破産されたら困るんで、俺の動画見てコメントするだけでいいんですよ。そのなんだろうな、視聴回数っていうのは確かに見てくれるのは分かるんだけど、コメントされないとやっぱ分からないの。うん、俺バカだからさ。バカ、まあ、確かに誰か見てくれるんだけど、誰かって。ひどいわけよ、みんな。顔隠してさ。顔隠してでもない。みんな透明なんですよ。で、そこを歩み寄って来てくれるかって話でね。まあ確かに俺動画でコメントしてくれたらその人のことコメント使いますけど。コメントなさすぎてね。うん、なんでね早くやってほしいよね。うん、コメント待ってます。うん、コメントですよね。だから金、いやそんな払えんよって思ってる方は別にコメントしてください。それ、まあ、なんで俺の動画、まあなんだろうな、やっぱりみんなってこう日本って終わってんじゃん。審美眼がみんなないわけよ。有名人が何かね、あの何か言うまで絶対に俺のこと見てくれないわけですよ。面白いなんて一言も言ってくれないじゃんみんな。てか面白いって言われないよな別に。まあなんかまあね、まあまあそうか、まあ俺が面白いと思ってるからいいか。それで 100点っていうか100億点、まあ無限点なんでね、別にいいっすね。まあね、そのお金のためにやってないわけないんでね、普通にお金のためにやらないんだろう。普通にただ独り言めちゃくちゃブツブツ言ってるだけで終わってるんでね、 YouTube に上げてるってことはお金です。
独り言をね、俺の好きな独り言とかね、雑談をしてね、喋っていきたいんです。喋っていって、それで金を、面白いことしていったわけじゃない。喋って、金を稼いでいきたいと。でも今まで、まではゼロだったけど、硯を通じてね、金がね、もらえたらいいなって思います。金がね、すいませんね。うん。すいませんね。そんな悪いことじゃねえだろ。まあ、お金が欲しいよ。こじきみたいなことやってますけど。こじきか。こじきとか言われたらもう全部こじきだもんな。すごいよね。だってこじきって言われたらもう全部こじきじゃん。ふざけんね。誰だよな。そのなんかネットのこじきのっていうその、そんな受け止めなくていいんだよね。別に。こじきって言われたら。まあまあまあ。はいはい。はいはいってだけだね。全然無視すればいいと思うんですよね。まあね。それがグッズでした。まあ、グッズ雑談。グッズ発売しましたみたいな感じで。まあいろいろ、ここでさ、画像をポンって出したらさ、みんな買いに行ってくれるんだろうけど、めんどくせえ。出してやんねえよ。鬼畜かい。出してやんねえよって。ダメじゃん。まあ、出しませんけど、別にね。出しませんよ。うん。出さないよ。出さないからね。出してくれみたいな。まあまあ、こいつがダンプロン海王ですね。たまたま1個作って、こんな感じですね。あ、T シャツ何色選べんじゃないの。なんかフルなんとかデザインってやつに関しては多分あんま色選べなかった気するけど。まあね、金よこせと。強盗みたいなもんです。盗賊団です。ギャングです。ギャングじゃない。うん。まあね、これからこれを通じて、金をね、ビシバシ稼いでいこうと思います。金稼ぎまくります。ねえ、やっぱお金っていいよね。優しいとかじゃないんだよな。俺にちょっとでもね、長く続けてほしいって方、その3000円で俺多分無駄遣いしちゃうから貯金していこうかな。なんかね、貯金していこうかな。うん、ちょっとずつ貯めていこうかな。そのお金は未来のために。そこでね、買いたいもん買っちゃったらね、あんま変わんないんでね。まあそういうことです。皆さんもね、お年玉入ったら全部買ってください。まあ、還元率良さげだ。お年玉入ったら俺のね、還元率良さげの支援用ステッカーっていうのを作っていくんで、まあこれで俺の活動、まあ活動なんて俺全然続きますけどね、親の金でやってるんで。みんなに今は負担してもらわなくてもいいんだよ。今じゃないのかもしれない。でもなんか普通に欲しいなって思うのがあったら買ってください。はい、なんかすごいデザインとか雑なんで。まあなんだろうな。で、人のもんってやっぱ買わないもんな、別に。なんですごい安くしました。安くしたのかな。まあ別に安くないですけどね。なんかもう原価っていうのは決められてて。はい、それに100円上乗せしてるって感じで。本当は3000円全部上乗せしたいけど、でも金の価値知らないからな。だって俺働きたくないんだよ。これはもうみんなにが知ってるか知らんけど、あ、めっちゃ頭痛い。できも、お、これやべえな。ああ、これあんま察知いけないやつだ。超痛い。最近ね、めっちゃできも、なんか真面目に薬飲むようになったらめっちゃね、まあね、いい方向に向かっていってるんですよ。直そうとしてるんだけど、直そうとした結果、めっちゃ痛いんですよ。いや、超痛い。あ、違う。これ、同情誘ってるわけじゃないよね、別に。まあね、まあ、なるべくもらったお金で、まあ、かかったら多分、ダメなんで、普通に貯金しようかな、未来のために。いや、いや、そんな。どうでもいいかな。なんかあったら使おう。痛え。めっちゃ痛え。やめ、いじんのやめよう。ボーンって頭吹き飛ばされてる。そういうことです。まあ、支援用ステッカーみたいなのもね。そういうの作っちゃいけないとか言われてもね。いや、全然支援用ステッカーじゃないです。いや、ただただ値段が高いステッカーですって言って。売るんで、それをみんなこぞって買ってください。俺の YouTube 活動じゃなくて、普通に俺にね、外食、うまいもん食わせてやりたい人は。もう今じゃなくていいな。ほんと楽して稼ぎていいわけ、俺は。
やっぱね、あんま言ったことないかな。楽して稼ぎてんだよな。楽してってわけじゃないんだけど、まあ喋ってね、好きなことして稼いでいきたいわけですけど、まあそういや問屋は許さないと。問屋って何？うるせえって言って、おーって言ってね、なるべく俺は本当に楽して生きていきたい。それにはみんなの協力、みんながね、みんながその俺に買ってくれたらね。だからステッカーが一番そのなんだろうな、値段が安いやつに取り分を3000円でガーンってやって、多分利用規約違反かもしれない、これは。あれでなかったことにして。あ、します。でもそこついてくんのムカつくよな。なんでそんな楽して稼ごうとするやつを罰するんだろうな。みんなで落ちてこうみたいな。やめてくれよ。お前は何もやってないのに、やっている行動してるやつのさ、足引っ張るのやめてくんねって思っちゃう。まあ、こじきが行動なのか知りませんけど。まあ、こじきして生きてるわけだよ。でもさすがにアマゾン欲しいものリストっていうのはね、あれは危ない。なんか直前の住所までバレるしね、あれ。直前の住所までバレるし、あとなんか変なもんも送っていけるしね。だから普通になんかさ、あれだよね。生き物みたいなもんさ。生き物はないか。まあその合法的に生き物とか、うんことかね。いや、送ることもできちゃうかもしれないから、そうしたら嫌じゃん。ね。うわ、めっちゃ、この欲しいものリストの中でも絶妙に欲しくないものが俺、この中にあって、それとうんこって来たらもう最悪じゃん。ねえ。そのバグやばいよね。ああ、楽して稼ぎてえや。なんかこの T シャツのデザインで一儲けでいいんかね。何がいいんだろうね。俺はすごいいいと思うけど、俺はやっぱ自分の作るもの大好きなんで、まあ愛着が違うから、自分が作ったっていうか、まあ、自分が書いてあったものなんでね、最高なわけよ、もう。だから、まあこれで外出たらね、ダメかもしれないけど、いいんじゃないですか。まあ、何周回ろうがダサいけど。ね、もう着こなせるもんなら着こなしてみろと。全部真ん中に置くから。ピンバッジとか。まあ、やってみにしたいということです。そんだけ。ああ、マジ金欲しいな。金欲しすぎんな。金欲しい。まあでも金があったところで、なんだろうな。金あったら寿司食いに行きたいんだよな。寿司食いに行きたい。こっちに寿司があるのかって言って、ないんだ。近くないのかな。でもわかんない。ずっとこっち行けやね。じゃあこっち行って寿司にたどり着くまで行ってみたって。やんねや、そんな企画とか最近俺やんねやな。喋ることが好きだからさ、今日は喋ることが好きなんだよ。まあね、金稼ぎ始めます。支援とか言ったらそんな熱狂的な人一人もいねえかな。なんか優しい大人がいねえかな。いねえか。そんなやついねえ。みんなギリギリの中、俺の0円の娯楽見に来て。ね、金払う。だって金払って、みんな全員その YouTube とか無料漫画見てるたちでしょ。トリコとかさ、トリコとか全巻無料で見てるようなさ、もうほぼ犯罪者じゃん。俺もそうなっちゃうか。ね。でもそんなこと言ったらね、そういうね、もうこじきですよ、全員。ネットやってるやつ全員こじきでいいよな、もう。最低だな。でもそうだと思うね。YouTube 見てる全員こじきじゃん。で、無料ってやっぱいいよね。無料っていいよね。いいよね。無料ってほんといいよな。ただって。ただで面白い動画見てさ。ただで面白い動画見れてね。最高。でもあれだね。なんか、YouTube、テレビにいたクレーマーが今 YouTube に映ってんだってね。
とも言われてるらしいよ。まあそんなんなんだよって話だけどさ、まあ、YouTube が今人気になってってね。いやーテレビが今伸び伸びしてるなんて言われてる。まあ普通その加藤純一さんの放送のコメントだけどね、全然信憑性ない。多分この世で20番目くらいに信憑性はないくらいものだと、下から数えて20番目くらいに信憑性のないものたちのコメントだとは思うけど、わかんない。その人がクレーマーなのかもね。テレビのクレーマー、自分がテレビのクレーマーだったけど、テレビにクレーム出すってちょっとおかしいけどね。なんでそんなにさ、めんどくさいことしてまでさ、文句言いたいんだろうね。いや、頭おかしいよね、やっぱ。でも YouTube もね、そんなこと言っちゃうし。子供が見てるのになんちゃらかんちゃらみたいなこと言い始めるでしょ。ダメだよ、そんな。意味がわからないんだよ。まあもうね、YouTube 明るみに出てね。俺もちょっと始めるの遅かったね。でも一番早いんで俺は始めるのは、俺の最速だったから YouTube 始めるまでしょうがない、しょうがない。俺の最速で始めたんで、俺ができる最速の速度で始めていくかなんで、今もう YouTube 始めて何年だ、3年半くらい経つんですよ。3年半、あ違う、3年と4ヶ月かな、経つんですよ俺。2016年くらいからやってんですよ、動画投稿。最初の動画はね、スプラトゥーンの。もう消したけど。まあ、いろいろあってね、チャンネルも変わって、やってますけど。いやー、金欲しいね。やっぱ生放送がめっちゃ見られるんだよね。だから絶対生放送した方がいいんだよ。でも生放送ほどアクシデントあるじゃん。あれ嫌なんだよ。なんか住所特定って怖いじゃん。俺がどんなに面白くたってさ、世の中にはつまんないやつがいっぱいいて、その嫌がらせを嫌がらせをしようとしてくるやついるわけじゃん。めんどくさいわけよ、そんなことされてね。え、そう、世の中にはそういうダメなやつですよ、そんなもん。俺が嫌になってんだからさ。で、その俺が、まあまあまあいいや。まあね、今回でね、隠れて俺のこと好きな人はね、じゃんじゃん買ってください、俺のグッズね。でも俺もほんと自分のグッズ大好きな、金があるなら全部買いたいんですけど、金がないので自分のグッズのためにみんなにグッズを売って自分でグッズを買おうかな。いいね。何買おうかな。スマホケースかな。俺スマホケース好きなんでね。俺もスマホケース結構作ってるんですよ、別のアプリでね。別のアプリで T シャツいっぱい作ってて、利益とか多分出せないけど、まあそれもまあ面白いですよ。めっちゃ作ってますよ。普通になんかあのね、ちょっと一時期、YouTube の広告の宗教の人の顔画像をね、T シャツにしたりしたけど、それ面白いと思うんだけどな。ダメかな？どうせみんな笑わないんだろうけどさ。面白いのよな、それ。絶対面白いよ。YouTube に宗教の動画出してんだよ。ねえ。で、そのおじさんの、ねえ、そういう画像を出したら面白いだよな。ふざけんなよ、笑えよ、面白がるよって俺は思ってます。だからみんな多分な、人なんですよ結局。誰が何を言うかなんですよ。クソみたいな世の中です世の中のせいにしちゃダメですよ。まあね、俺がそういう、なんだろうな、何言っても面白いとみんなが思うようなね、みんな偏見を持たせる、そういうね、いい偏見を持たせるように頑張っていきます。いや、雑談欲が出てきたな。でもマジでな、一人がいいんだよな。一人暮らしは嫌じゃん。最近もう物騒じゃん。でもあんまニュース見ない。そのなんか論とかもめんどくせえわけよ。なんか腹立つんだよな、ツイッターのやつはな。俺はこことか書いちゃダメなんだよな。よくいるアニメとかでこういうやつの真似をしそうになって俺死んじゃうからね。それで爆弾があるんで。まあそういう事件はあるけど、そういう事件あったけどさ、なんかね、そういう事件見たらさ、怖くなるじゃん。嫌だなって思うじゃん。普通になんか、やるんだったら、そういう、その無敵のベクトルっていうのは、やっぱ、そういう人ってさ、ユーモアがないからそういうことするわけじゃん。人に危害を加えようって言って。ああ、もう世の中ムカつくわ。最後なんかしてやろうかな。なんかしてやろう。風呂をめっちゃでかくしてやろうみたいなさ。なんか、風呂の浴槽のさ、この扉閉めて。
なんかユーモアがないからそういうことに走っちゃうんじゃないかなと。まあでも俺もそこまでやられてないんでね、追い詰められてないんでね。でも世の中のメガとか言ってますけど、あ、普通子供は殺さないでください。あの、あんまニュース、こういうニュース俺大嫌いなんですよ。誰かが死んだって、なんでかって俺の心に影響するんで。俺の心の鏡、俺は心は鏡でできてるんですよ。ピッカピカの鏡で超影響されやすいんですよ。だからそういう負の面を見ると負になるし、良の面、いい面を見ると良くなるっていうんで、俺はねテレビのニュース絶対見ないし、テレビも見ないし、テレビってやっぱりつまんないんですよ、人が。うん、芸能人とか芸人さん面白いんですけど、大体つまんないものが多いから、俺テレビ大嫌いなんですよね。まあ面白いものを見てないってだけだし、俺が見る時間帯のもの全部つまんないってだけなんですけど、でもやっぱりつまんないの。俺がつまんないって言ってるものは俺の中でつまんないよ。それはつまらないってことなんだよ。うん、やっぱ俺が面白いと思うかどうかなんですけどね。なんでテレビ嫌いなのか、なんか俺は芸能人が嫌いなんですよ。うん、まあやっぱそのなんか、あの、まあ、ネットの影響もあるんだよね。あの芸能人の方がトークできてたなみたいなことで配信者煽ったりするじゃん。それでちょっと芸能人が嫌いなのかもしれない。うん、別に、まあ、俺テレビ嫌いなんですよね。テレビ見てると飯食えないんですよ。うん、マジで飯食えん、テレビ見てる。テレビの悪口ですよ。でもこれっていうのはなんか理由は特にないですよ、なんか。うん、マジで、まあ理由はあるんだろうけど、パッと思いつく理由はないです。なんとなくに近い、ていうかなんとなく嫌いなんでね。まあ俺の考えとかね、どんどん出していきたいからね。うん、お母さん隣の部屋で寝てるからね。うん、いびきが聞こえちゃうかもしれない。まあいいや、ちょっと話したかったね。まあグッズを販売するぞっていうやつなんですけど、まあ雑談は続けさせてください。全然雑談したいんで俺はね。グッズ売るけどさ、まあそういうのであるけどさ、まあユーモアがあったら何をするかって話だけど、まあ何もしないでしょ。まあでも俺そこまで追い詰められたことないもんな。すごい辛かった時期ありますけど、うん、なんかでもやろうとしてたかもしれないな、俺は。全然やろうとしてた。うん、ムカつくから。だから本当にやろうとしてたんだけど、だからなんでかやらなかったってだけだった。うん。てか本当に俺やろうとしてたな。うん。そういうのは全然あったんですよ。うん。だからもう一人だったら多分やってたな。何も考えずに。なんでそれを回避できてなかったっていうのは、なんか一つの運命なのかもね。運としか言いようがないんですよ。なんかマジで、うん、燃やしてやろうとかなんか思ってたし、運ですよね。やっぱ勢いがなかったっていうのもあるのかな。あったけど、それをなんかなぜか奇跡的に回避できたってだけで、別にね、なんかそういうのに満ちていた時期もあったし、あ、超危なかったと思うけど、なぜかやらなかったっていうので、危なかったな。そういう危険思想は持ってた時期はあったけど、まあ、なんだかんだ今があるんで、あ、まあそういうのは良くないですよ、本当に。だからそうなってたし、俺もよくよくそうなってた時期めちゃくちゃあるんで、本当に危ない時期っていうのがあって、でもなぜかそれを回避できた。まあ一人じゃなかったからってだけだと思います。あとはあれですね、お金の問題とかね、これに、そういう、まあ人間関係で俺とかで俺はもう嫌だなって言ってやめたんですけど、壊れちゃったんですけど、そのなんだろう、これにお金が加算できたらむちゃくちゃなことになりますよね。でもやっぱりお金と人なんだよな、人を狂わすのは。まあその他もろもろもありますけど、お金がないからそれに逃げたり、まあ、お金があってそういうのにもおかしくなったりする。そういうのっていうのは、まあ人を狂わすもの一覧みたいな、その他のいろいろなんですけど、
まあお金と人なんですよね。やっぱ人がいい人にならなきゃいけないんだよ、みんな。それは義務だと思うんだよ。優しくなろうと、人になるべくいい言葉遣いをしようだの、いや、なんかもう優しくあり続けないといけないんだよな、みんなにリスペクトを持ってたらさ。やばいじゃん。だってなんかさ、パチンコ屋の店員とかでさ、なんか怒ってて、それでなんか店員に唾吐くとか、人として終わってんじゃん、そんな。行く パチンコ行くやつはやっぱダメなんだろうな、なんか。行くやつが全員とは言わないって言ってもやっぱダメなんだろうな。まあ俺みたいなクズなんだろうし、楽して稼ぎたいんだもん、みんな。じゃあクズだもんな、それって。クズは楽して稼ぎてえからだもん。俺は性格はめちゃくちゃ悪いけどさ、そんなことはしないよ、別に。ムカついたからってなんかしてやろうとは思わないし。なんかダメだよね。まあ、自分より弱いものっていうのにでもしないと思う。まあ、嫌だなって思うだけで。そういうこと、ジジイとかさ、ああいうの本当にダメだよね。生きてちゃダメだと思うんだよ、なんか。悪い人は、やばいよね。だって店員とかに文句言ったりするんでしょ。だ、俺もね、やっぱ俺のお母さんでね、なんか、あっていう時もあるんですよ、めちゃくちゃ。店員にやらせようとするときとかね。ふざけんなって思っちゃうんですけど、俺はじっとしてたいんですけど、なんかそういうので、ちょっと俺、イラってきそうになるときがあるんですよ。なるべく俺、店員仕事増やしたくないんでね。仕事増やしたくない側なんです。だって俺が店員だったら仕事少ない方がいいから。そっちの方が俺はいいと思ってるんで、いくら仕事だろうと。無駄な仕事増やしたくないんで、俺のお母さんとかもなんか前焼肉屋行った時になんかその何円のコースがあったけど、それってあるんですかねって言って、まあ、で、店員さんの人が知らないんで、あ、ちょっと見てきますって言っちゃってね。何言ってんだよって思って、なんで見に行かせんだよって思っちゃって、俺すげえ切れそうになった。俺は常にイライラしてるんで、ドカーンってなりそうになった。あと俺が切れそうになったのは、お母さんがさ、じゃあ水欲しいなって、俺が水欲しいから水頼もうかな、あ、水メニューないのか、じゃあちょっとどうしようって言って、俺はまあ、店員さんと喋れないから、一人だったらそれ喋るけど、家族と言ってくれ、喋れないから、じゃあ水お願いしますよみたいな、お願い、じゃあ水よろしくって言ってて、俺も俺だけどね、俺が頼めばよかったことだけど、俺は一人の時だったらそれ喋れるよ。でもその頼るものがある状況だと頼り切ってしまうんで、もうそれが俺、まあ一人の時も多分できねえだろうけどね、ブツ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 喋ってるだけですけど。まあそしてお母さんなんかね、コップ一杯でもらえばいいもの、なんかピッチャーでもらってきやがって、ピッチャーのウーロン茶があって、そう半分くらいまあ入れてきたって、なんだーって、無駄だなーって、いくら無料だからって言ってピッチャーで持ってくんなよって思っちゃって、もうこれ多分お母さん聞いてるかもしれない、今隣で。いや、見てほしいなーって思っちゃって、コップ一杯でいいじゃんって思っちゃって。で、俺はその時じっとお母さんの方を見ました。こうやって何も言わずにね、そういうことあるんでね、やばいっすよね。なんかね、うわー、ダメだなーって。もだ、俺もじじいになったらああなると考えるとさ、嫌だな。本当に嫌だな。ああなるんだよ。いや、俺はもうフラッシュバックされてるんでさ、それはどうなの？みたいに聞いたりとかするじゃん。うるせえって思うんですよ、本当に。ああ、そうっすか、って言なんか店員に聞いたりとか、店員に。で、俺はそういうところが嫌なんですよ。だ、もうなんだな、もうじじいとか年取るとしょうがないのかな、クソになるのかな。嫌だな、クソになりたくねえな、クソになりたくないな、本当に。なあ、頑張って優しいじじいになろう、いいじじいになろう。いいじじいプロジェクト、本当にいい人であれたらやっぱいいと思うんだよね、いい人。まあ、俺いい人じゃないかもしれないけど、そのね、まあ、当然の話ですけど、まあ、そうやってね、なんか店員に文句とか言うやつよりは全然いい人だし、文句言わないんでね、文句ないし、そもそもみんな頑張ってるし、いっかって
頑張ってるからで、なんかそういう理論あるじゃん。頑張ってるからいいとかじゃない、結局全てだみたいなこと言うけどさ、うるさって思うんですよ。そういう頑張ってるからじゃないけど、悪く言う必要ないしね。別にその人のことを思ってるからとかじゃないから、言わなくていいだろうって、そんな文句なんかって俺は思うんですよね。文句なんてまあ言っていいことないからね。本当にダメだなって思った時は言えばいいのかもしれないけどさ、うん、人としてね、まあいい人になっていこう。俺はいい人、いい人になっていこうと思いますよ。まあ、違うものっていうのはありますよ。まあ遠慮を履き違えてるのかもしれんけど、俺はあんまりなんかね嫌なんですよね、そういうのとか言って YouTube で散々なこと言ってますけどまあそういうのはあるっすね。まあ普通に喋っても普通で喋いいのか俺は。まあ雑談で食っていきたいからね、近々そういうねステッカー、あの激高ステッカーとかを作って、無理やり貸せることはないと思うけど、もしねうわーって、始まりにうめえもん食わせてやりてえなみたいな思ってる人がいたら買ってください。作るかはわからない、いやまあまあ 100% 作りますけど、全然 100% 作るよね。100% 作るけど、うん、 100% 作るぜ俺は。 100% 作るけどよ、まあそういうことよ。なんか金色のなんかさステッカーみたいなの作ってこう、金の始まるステッカーみたいな、カッスみたいなデザインをちょっと俺が書き下ろしそうかな書き下ろそうかなって、ね、すごい絵描ける人がね、丸々先生の書き下ろしならいいけどね、こんなクソみたいな本当に素人がね書き下ろしなんか言い始めたらねダメです。書き下ろしのねその言葉の価値ってものがだいぶ下がる。俺のせいで相当下がった。3ランク、3ランク、3つくらい3ランク、ランク3つくらい3ランク。じゃあ9ランクじゃん。9つランクが下がりましたね。すごいでしょ。俺のパワー。叩き落とした。ブーンって言って。ゾウィーン、ゾウィービービーンって。ランクが下がったよ。書き下ろしの言葉の重みというかね。そう、俺のせいでめっちゃ軽くなった。本当に先人たちが積み上げてきた書き下ろしっていうもののその言葉の重さが一気にふわっと軽くなりました。ごめんなさいね。いやでもなんかその絵下手だけどいいじゃん、グッズにしたってっていうのはなんか文句言ってきそうな人いるけど、まあいいや、うるせえってことでね。まあてかそういう人は多分いないとは思うけど、そういう人はただ買わないだけだと思うよね。文句も言わず、普通にこれにこんなお金出さないよなって、今はそんなお金ないしって思ってるんでね。俺は普通に何だろうな、漫画買うためにためとかないよな、まあなんとなくグッズ売ってみようかなみたいな、グッズ売ってみようかなって言うのね。ではっていうやつです。あざした、うぃー、そういう安易な顔芸が俺の価値を下げるんだぞ、やめた方がいいぞ、やめますすんごい無意識でさ、あの安易なねえその振れ幅が狭い変顔した。やっぱ自分やっぱあんまりそのなんだろうな、すごいオーバーに変顔はできないじゃん。ちょっと変な顔、ほんのちょっとだけ、まあもうっていうか顔がもう普通に変なんで、やっぱその変なブルーじゃないですか。ムカつくような顔綺麗なやつってさ、可愛いやつとかちょっと変顔するだけです、ちょっと俺笑っちゃうのマジでムカつく、ブーンってぶん殴ってやる。でもね、顔がいいだけでちょっと変顔するとめっちゃ変になるじゃん、落差っていうかさ下がるじゃん。俺ってもうちょっとしか変わんないけど、そういうとこでその俺は変顔向いてないんだろうな。すごいね、変な顔のやつが変顔できるってやっぱすごいよね。相当変顔の力、変顔力を持ってるよねね、やっぱり変だからさ、そういう綺麗な整った顔のやつが変顔するのはずる、法律で禁止すべき。うん、だからそういうやつは変顔もね、その整った顔のやつ面白いことしちゃダメ。
あと面白いことできないし、そういうやつら全部捨てなきゃできないから、うん、面白いこと、そんなわけじゃないよ、整った顔のやつでも面白いことできると思いますけど、まあ、そんな小手先の笑いっていうかね、あのカスみたいな笑いですよ、うん。ダメ、そういう尖り方よくないよね、そういうカスみたいな笑いしかできないんで。まあでもその顔が綺麗な人でめちゃくちゃ面白い人っていないじゃん。もうえげつないくらい面白い、すごい面白いって言われてる人いないじゃん。単純にそのさ、そのあのファン、あのなんだろうな、面白いもんろくに見たことない、あのなんだろうな、面白いもんって言って見たことあるの、あんの、なんだろうな、あーなんかあのコロコロコミックのギャグ漫画くらいしか見たことないよね、奴らが、いやすごい芸人になりだよ、うーんで騒いでたね、本当にね、全員もうギュンです、いやすごい芸人以上だよ、うーんすごい怒りと悲しみを表現したって言えばそうなのかな、全然表現してないです、ただ変な動きしただけです。まあなんでね、そういうやつです。なんそんな、まあもう顔の整ったやつは面白いことを言おうとしちゃダメ、トークとかで笑い取ろうとしちゃダメ、うん。顔で売っていけアホ、俺たちがやるから面白いことは。ひどいなアホって、大して面白くねえしな、別に真面目に喋っとる、笑い取りに行こうとするんじゃねえ、ぶっ飛ばすぞ。だから俺厳しいんだ、なんかちょっと笑い取ろうとするじゃん、おっおっおっってつまんねえんだよお前って。俺がお笑い、お笑い狂人だったらさ、お笑い超人だったらボコボコにできるのに、でもできない、弱いし。いやでも本当になんかあるじゃん、ちょっとイケメン俳優みたいなのがさ、トークで喋ってちょっと面白いこと言うみたいな、もうボコボコだよそんなもん。いや一番面白くなりたい、でも芸人さん面白すぎるよな、だってわざと面白いことしてるのすごくない、わざとって、そのなんだろうな、言い方をちょっと変えてみて、だってさ面白いことを意図的にできるってすごすぎるじゃん、俺面白いこと意図的にできない、そこでも全然違うわけよ、もうわーって、でお客さんが何で笑うかってものも分かってるわけだし、もう最強よね、うん。でも目指してみたす、見たくないですか、うん。あとその噛んだことをいじるのも俺嫌いなんですよ、噛んだことを安易にいじってね、そのも嫌いなんですけど、だってその俺みたいなザコはさ、俺全然ザコじゃないよ、今 YouTube で一番面白いんですけど、キャラとして俺多分じゃないな、一番面白いんです俺は YouTube で、で今無駄なものをね削っていく作業で、で無駄なものを削っていっても、あれそんな素材そんな良くなかったなと思って、またね変えて進化していくっていうのを繰り返すんで、今無駄なものを削ってあれそんな良くないです、無駄なものを削ったけどって言ったらまたやり直すだけなんで、うん、まあ今やでも一応その無駄なものを削り切ってみてどうかっていうなんですけど、俺ってやっぱマイナスから始めてるんで、その最終的にね変な気づきがあるかもしれないけど、まあまあいいわ、 YouTube やってますけど見りゃわかるよ。まあ結論、お金欲しいね、楽して金ができたい、みんなからさ金をちょっとずつ集めてってさ、俺が楽して無駄遣いいっぱいして、あ月150億くらい欲しいわ、そんなんいらねえよ別に、月でも月100万くらい欲しいな、いや、やっぱ月50億いるわ、ごめんみんな、チャンネル登録者500万人全員から100円ずつだったらで、大多数の他の人は5000円くらいでやれば、まあ、50億くらいいっか、スーパーチャットで金稼いでいこう、スーパーチャット俺もらえないけどね、チャンネル登録者数足りないんで、でなんかチャンネルメンバーシップ5万人以上らしいんでね、チャンネルメンバーシップ、チャンネルメンバーシップ、でも俺できるようになったらやろう、金稼ぎで、なんかそれ綺麗な理由なんてねえんだよ、金が欲しいんだよ俺は、そんなもし俺のなんか動画だってクソクソしかけねえチャンネルメンバーシップに、あーもう金が欲しいんだよ、
みんなの負担を少なくして俺に大量の金が欲しいんだよ。で、大量の金何するかって言ったら、もう買いたいもん買いまくる。貧乏になしそうっていうかさ、いいんだよ。そう、買いたいもん、買いたいもん買うために金集めてんだよ。ふざけんなよ。他に何がある？なんで投資ってアホかよ。な、自分磨きとか。俺は面白いことするだけなんだよ。面白いこと喋るだけ。まあ、それがむずいんですけど。全然できてないんですけど。とほほってか、とほほとか言うな。キモい言葉使うな。本当に。尖ってるから面白いってわけじゃないからね。急に口調が厳しくなった人で終わりだから、それは。いや、お、急に口調が厳しくなってる。ちょっと怒ってる。嫌だなって思わせるだけだよ。みんなはそうやって思っちゃうかもしれない。それだけ。急に口調が厳しくなった。わはははあっあって笑う人いないですかね。俺だよそれ。急に口調厳しくなってって俺はそれで笑うんだよ。面白いだろ。いや、急に口調厳しくなっても面白くないな。面白いって何でしょうね。まあ何だっていいと思いますけど、よくないよくない、よくないよ。まあ面白いって思ったもんでしょ。なんかね、カッコつけて言ってるんで、もうそうですよ。やっぱ面白いものは自分が面白いと思ったものが面白いものなんで、それはそうなんですよ。誰かが面白いと思ったもんじゃないんですよ。うん、やっぱり自分が面白いってものを信じることってむずいな。やっぱ全然信じれないもん。さあ、YouTube の広告に出てきたさ、宗教のおじさんとかさ、面白いじゃん。でもみんなそれ使ってないけど、だから不安になるわけ。やっぱそういうもんどんどんプッシュしていかなきゃ。だからクロマニオンズ、ハイローズもみんな聞いてないけど、やっぱプッシュしなきゃあかんわけよ。でも俺マジでクロマニオンズとハイローズでも本当に好みなんだろうな、音楽って、っていうことが分かった。なんでみんな聞かないんだろうなと思うけど、でも俺多分クロマニオンズのヒロトさんがね、クロマニオンズとしてそのハイローズとかブルーハウスカバーしたら俺泣きますよ。めっちゃ泣くと思う。救急搬送される勢いで泣く。多分本当に救急搬送されると思う。俺前ワンピースの頂上編、戦争編見てね、死にかけましたから、息ができなくて。でもワンピースいいよねって話で、うん、自分が好きなものは好きでいいんですよ。いいのいいの、それで浅いとかないから。うん、好きなもの探していくと、それでなんか漫画とかでもね、有名ではない作品でいい作品に出会えてきて、有名じゃなくてもいいものってあるわけだし、ね、まあ、一番有名なものが一番いいものなわけはないんですけど、でもまあ、ワンピースはまあいいものだと思います。面白いしね。一番面白かったらわからない。俺の好みにもっと合うものが出てくるかもしれないし、まあそれを探していこうと。探す気はないですけど。まあ本当に、喉乾いたな。あとで水飲む、冷たい水飲む。金欲しいんだな。だからね、みんなもね、なんかお年玉で買うもんがなかったりね、お小遣い貯まってるよりは買うもん全然ないなって思ったらね、俺のグッズ買ってください。で、まあ近々ね、バカだけステッカー作るんで、アホみたいなクソデザイン、クソデザインとかなんかひいひい、俺のデザインやっぱいいだろ、俺にしか作れないものなんじゃないの。やっぱ俺のね、道大のこうってキャラクターがいるんですよ。草のね、なんかネゴランだかキツネなんだかよくわかんないです。あれいいと思いますよ。俺はあれ一応猫です。猫草です。猫草だとジョジョだな。いやー、でも本当にいいと思うんですけどね。やっぱそういうものを信じていきましょう。うん、まあ下手ですけど、でも俺は好きだし、ね、うん、シュパーン、まあそういうことです。眠いからフラフラしちゃうわ。じゃあね、俺の具使ってね、脅迫じゃないよ、まあ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 、なんだろうな、服なんでもいいやって思ってる人は買ってください。で、宣伝してくださいね。その服で、あ、気づいちゃった、ちょっとね、めんどくさいやつを演じて俺のチャンネルに誘導してください。で、つまんないとか言ったらもうボコボコバンバン、本当にボコボコにしちゃダメだよ。で、ボコボコにしちゃダメだよ。うん、ダメ。心の中でね、ちょっと目つぶってこうやってください。はい。
3秒くらいこうやって心の中でその刹那的のその一瞬に詰め込んでる、ボコボコにしたの。そのあなたがもし俺をディスられたことの怒りがまあまあのボコボコ30秒を 0.1 秒くらいにギュッて凝縮して、まあ、それを300回繰り返すわけじゃん。あ、違う、30回繰り返すわけじゃん。あ、ドク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 って3秒で。でって、ああ。でさ、まあ、はじめきよしろって面白い YouTuber いるから、見てねって言ってやってください。まあ、ダセーとか言ってきたらね。またこういうポーズだってね。こういうポーズね。グー握りしめた方がいい。グー握りしめてこうやってさ。まあ、なんでもいい。あなたのね、あなたに合う、ポーズをとって、まあ、3秒待ってね、心の中でボコボコにしてください。ダサいかなーつって、まあまあ、ね、ダサいかって言ったんだよ。かっこよくはないよ、キャラクターでも。でもいいと思うな。で、別に外でこれに着ていかないよね、俺も普通にグッズですから。外でも着れるようなもの作らない。だグッズで外でも着れるようなものってなくね。まあいいや、何着てたってみんな興味ないから、何着てたっていいんだよ、こんなんでもいいの。だから見てみんな着てください。なんか服そういうので来るかもしんない。だから誰かになんか宣伝してもらおうかな。センスある人に宣伝してもらおう。しないよね、宣伝費かかるから。しないけど、はい、ということで、あざした俺のグッズ買ってね、財布すっからかんにしてください。生活苦しくしない程度にね。あざした。